やっと終わった。とわ、お疲れ。さきも疲れたんじゃない？ううん、海外でのプロモーション撮影って初めてだから楽しい。ねえ、この後ってホテルに戻るだけだよね。みんな別々の部屋なの？ううん、今回は2部屋に分かれてるって聞いてるよ。え？じゃあ私とサキちゃんが同じ部屋に？ずるいよノア、私だってサキちゃんと一緒の部屋がいい。サキちゃんもそうでしょ？私は誰とでも嬉しいけど。ほらほら、こんなことで喧嘩しないの。じゃんけんで決めればいいでしょ。わかった、勝てばいいんだもんね。絶対負けない。行くわよ。可愛いの神様、経験な信者であるこの私にどうかお力を。じゃんけんぽん。ノア、いつまで落ち込んでるの？神は私を見捨てた。そんなにサキと一緒の部屋になりたかったの？サキちゃんの可愛い寝顔を見ながら朝まで起きてるつもりだったのに。そんなことしたら明日の撮影に響くでしょ。まったく、ノアには困ったものね。はあ、シャワー浴びて寝るね。え、もう寝ちゃうの？いぶきはまだ起きてるつもり？うん、まだ眠くないのよね。よかったら寝るまで少し話さない？いいけど、何か悩み事？そういうのじゃないんだけど、ノアと私って学校でも事務所でも真面目な話が多いでしょ？そうだね。今後の活動方針とかも私たち二人でよく話し合ってるし。意見がぶつかることもあるけど、ノアの理知的な考えって私にはないからすごく助かってるんだ。いぶきは冷静そうに見えて結構熱い性格だからね。でもそういうのも必要だと思うよ。ノアは暴走することもあるけど、細かいことによく気づくし、普段は全体を俯瞰で見てるもんね。そういう性分なのよ。つい分析してしまうというか、自分でも少し理屈っぽいと思うけど。でもノアが頼りになるから私が一人で頑張りすぎなくてもいいって思えるんだ。シャノさんがいなくなって、もしノアもいなかったら私プレッシャーに押しつぶされてたかも。私だって伊吹がいてくれてよかったと思ってるよ。シャノさんの代わりなんて私には絶対無理だもん。ありがとう、そう言ってくれると頑張れる気がする。あのさ、もし伊吹が辛い時はもっと私のこと頼ってくれてもいいんだよ。え？今でも十分頼ってると思うけど。そうじゃなくて、もっとそのうーん、甘えてほしいとか。私がノアに甘える？無理にとは言わないけど、付き合いも長いんだし、そういうのもいいんじゃないかなって。そっか、うん、わかった。なんか眠気も冴えちゃったから、トワとサキちゃんの部屋に遊びに行かない？え？今から？ほら、せっかくの夜なんだし、4人で朝まで語り明かしてもいいでしょ。まったくノアったら。ほどほどにね。